一人もいないでしょうけども、なかなかピッチャーっていうのはああいう素晴らしいボールを続けることができないんでね、不可能なんですよね。おそらくそうですよね。これでやはりちょっとうまくきましたね。ますよね。失敗ないですね。3球続けてインサイドですよ。それで対応できるわけですから、3球に。これバッテリーもびっくりしてると思いますよ。このボールも取りましたからね。あのスライダー持っていったんですよね。追い込まれてからですからね。これだけの近く持つわけですから。そうなんです。6個のインセプト。2塁送球。盗塁成功。柳田がこのカウントで走ってきました。そうですよね。インサイド、これがショートの頭上、超トライアングル地点に行って今宮がホームに帰ってきた。2対1、勝ち越しました。いやー、あの視点に飛んで難しい、おそらくジャッジメントも今宮はまずあったと思いますが、ただ、このボールをまた先ほどね、栗もびっくりして、先ほどもそうでしたけどね、前の打席も見事なヒットを柳田放ちましたが。